ジャガー F ペースは、イギリスの自動車メーカーであるジャガーが製造、販売する高級 SUV である。CX172013 年9月に開催されたフランクフルトモーターショーで F ペースのベースとなるコンセプトカー CX17 が公開された。今後ジャガーが推し進めていく新型のアルミ製のモノコックボディが初採用されており、またエクステリアデザインには、 イアンカラムによって、同時期のジャガー各モデルの特徴が取り入れられている。2014年6月17日、ジャガーランドローバージャパンによって日本初公開された。フランクフルトで公開された CX17 は4、シーターだったが、この時点では5シーターに変更されていた。またジャガー側からも、近い将来の日本市場導入を示唆するコメントが出された。 初公開から2年後の2015年9月、同じくフランクフルトモーターショーで市販バージョンの F ペースが正式に公開された。この時点でエンジンのラインナップ詳細も合わせて紹介された。同年11月の第44回東京モーターショーで日本初公開された。また、これに先立って世界限定2 0 0台が生産される F ペースファーストエディションが 日本に50台割り当てられることも発表されている。2016年、ジャガーランドローバージャパンは1月29日から F ペースの予約受注を開始すると発表した。ジャガーによると F ペースはスポーティさと実用性を兼ね備えたモデルである。G 及び XF との共通アーキテクチャが使われ、アルミニウム素材により、臨床性を損なうことなく効率性も実現されている。 エンジンは、通常のガソリンエンジンのほか、ジャガーランドローバーが手掛けた新型ディーゼルエンジン、インジニウムを搭載したモデルも揃えられている。スポーツカーで実績が豊富なジャガーだけあって、クロスオーバー SUV ながら高いパフォーマンスを獲得している。ジャガージャパンの公式ページによる、ありがとうございます。